ありがとう。塩気が足りないから、でも結構このペーストに入ってるから。うまい。美味しい。本当は一回もうちょっとニンニクタレ欲しかったら、フライパンでやってもいいけど。こっちのお手軽でいいよね。うん。もう簡単に和えるだけでね。そう、もう和えるだけにしちゃった。うん。うん、例えばうちパスタマシンあるんだよね。あ、パスタマシンあるけどね、やっぱなかなかちょっとハードルが高い買った時はすぐやったけどね、よくやっぱこうシンプルなのはいいね、うん、パスタもね、うん、もう一回ペーストって火を通すと香りが高くなるから。ああ、うん、か
にんにくもさっき言ったようにあるように、うん、にんにくをもう一回ねフライパンにバーってやって、うん、香り付けしてそこにもう一回こうあえるっていう、うん、それもいいよね。美味しかった、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさま。ありがとう。うん、美味しい美味しい。早く梅雨が明けてね、うん、爽やかな夏が来るとね。今年はうちでかき氷をやって、はい、あの梅ジャムをソースにかけていただきたいな。そうだね。でその横にアイスクリームを乗せていいですか。かき氷に、はい、どうぞ。あと2週間ぐらいかな、梅雨明けね。そうだね。